モンロー計算機、モンロー計算機裏面、モンロー計算機側面、モンロー計算機は、モンロー計算機社が開発した機械式計算機。モンロー計算機は、世界で最初のキーボード式計算機として、アメリカのモンロー計算機社より販売された。日本には1918年より、マルゼンが代理店となり販売開始となった。手回し式の手動式計算機から、 電動式計算機へ改良が進んだ。後に計算機は電卓によって置き換えられた。ポートレートオブ、ジェイランドルーフ・モンロー1883年1月6日に、ミシガン州、サウスヘブンで生まれたジェイランドルーフ・モンロー3世は、1903年ミシガン大学で、法学の学位を取得した。1911年に、フランク・スティーブン・ボールドウィンによる、ボールドウィン計算機を、 初めて見たモンローは、翌1912年にボールドウィンと共に、モンロー計算機社を設立した。この時ボールドウィンが持つ特許を買い取った。ニュージャージー州ニューアークで、計算機の製造開始後、1914年に、初めての製品を発表した。形状は手前に、樹脂製の数字キーが、桁数分並んでいる、フルキー方式である。過数、非過数などは、 数字キーでセットする。命令キーボタンを押すと、自動的に計算され、計算結果表示部に表示される。計算速度は、手動式より速いが音が大きい。丸禅百0 0年史月間丸百845ページ。メカニカルカルキュレーター。www.dentaku-museum.com2019 年10月20日閲覧。 電子式卓上計算機技術発展の系統化調査。2019年10月20日閲覧。数字キー配列の歴史的変化。2019年10月20日閲覧。電子式卓上計算機技術発展の系統化調査。2019年10月20日閲覧。ありがとうございます。